バーチャル乗務員の徹子です。今日の鉄道ニュースは、京福電気鉄道北野白梅町駅をリニューアル。京福電気鉄道は8日、嵐電北野線の北野白梅町駅をリニューアルすると発表した。北野白梅町駅のリニューアルは、嵐山線嵐電の交通ネットワーク強化の一環として取り組むもの。約2億5000万円をかけ、ホームの改装と発着番線の一本化、駅施設の更新、駅前広場の整備などを行う。ホームの工事では、現行で2つある番線のうち、2番線側の線路での発着に変更、1番線部分はバス専用のスペースに改装し、駅とバス停留所を一体化させる。同停留所には、京都市交通局のバス102号系統が乗り入れるようにし、金閣寺方面のアクセス利便性を高める。合わせてホームを西側に約30メートル伸ばす。駅施設では現行の駅舎を解体した上で、スロープの設置などのバリアフリー化を実施。ホーム西側のトイレはリニューアルし、他機能トイレも新たに設ける。ホーム駅舎のリニューアル工事は2019年11月に開始、2020年3月に竣工し、新駅舎、バス停留所の共用を始める。駅前広場は4月以降に整備を始め、インフォメーションコーナーの開設を含め、2020年度中の完成を目指す。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。